こんにちは、速稼塾の久保です。 FX のことなんですけども、今10時前後をね、一つの区切りとしてこの辺でそれぞれの時間軸の回収をしていこうかと思います。よろしくお願いします。まずは週足なんですけども、 N 字がご覧のように、完成しましたね。 N 字ができることをずっと固唾を飲んで見守っていたんですけども、サンバガラスの後に上に跳ねる、まあこれがね、見分けられた時点でほぼほぼ N 字はできたんじゃないかなと思いましたけども、ここで跳ね返って下に行かないあたりがね、本当運に助けられたっていうところと、きちんと現状分析できてるなってところですね。まあ常に運が入ってくる、要するに何も大きな事件が起きなかったんでテクニカル通りに行ったってことですからね、ありがとうございましたってことでございます。それにしてもここからの勢いは結構強かったですね。大量の資金が入ったことを匂わせます。次、日足です。はい、日足もね、思ったようになりました。エリオット波動ってのがありましたけども、第1波、第2波、第3波、第4波、第5波ときまして、調整波が入った後にさらにここを抜けていくような新しい推進波が来るっていうのがエリオット波動のフラクタル構造ですけども、まさにこれはね、エリオット波動ではないですよ、繰り返しますけども、エリオット波動ではないんですけども、それと似たような構造ができてるなってことが、エリオット波動をマスターすることによって見分けることができるんですよ。でここを越えて上に上がったでしょ。つまり、推進波があって、調整波が来て、新しい推進波がここを越えていくってことで、どんどん右肩上がりがね、できていくってことでございます。ここまでうまくいきました。はい、綺麗に決まりましたね。じゃあ次は4時間軸の回収です。4時間軸はフラクタル構造っていうのをお話ししました。ちょっと消えちゃいましたけども、ここに三角形があって、それよりもちっちゃい三角形があって、最もちっちゃい三角形があって、収束していったところでブレイクして上の方に、今度は逆の形でだんだん大きくなる構造がフラクタルで見えて、一番大きいのが今、まさにここで完成したってことです。はい。じゃあ最後1時間です。はい、1時間はブレイクアウトですね。ここでも見れましたようにブレイクアウトが、同じようにね、ここでもブレイクアウトが実現して、何度も言いますけども、131円前後で倍で、エントリー、ちょっと多めのロットでね、で今132円の192あたりをうろうろしてるってことで、まだまだ伸びそうですけども、一応ね、目標の金額いった方はここで離脱してジエンドでいいんじゃないですか。深追いするとね、傷を負いますんで、はい、ここまでです。今回もありがとうございました。じゃああとはね、またこれからも明日相場解説やっていきますけども、あくまで付け足しなんで気合は入れていきますけども、ポジションは私の場合は持たずにいきます。ところでね、2ロット残ってるのがありますよね、まあ、あれはちょっとね忘れてください。私の胸の内でエントリーしていきますんで、それじゃあ。おはようございます。本日の FX なんですけども、まあ、見るのも相場っていう言葉がありますけども、ご存知ですかね。本日は6月8日朝5時ということで、お話をさせていただきますけども、まあ見るのも相場っていうのは、まあ一定の方向性が探れるまではじっと観察しておきましょうってことなんですよね。その観察がおろそかだと、実際にこの値動きがあった時に対応できなかったりするんですよ。だってね、上昇波動ってのがありますけども、それを上昇波動って見抜けなかったらエントリーできませんよね。ともすれば下降波動と見誤ってしまう可能性があります。前回お話したように、サンバガラスの後はどうでしたっけ、さらに価格は下がるわけですよね、セオリーでいけば。でもそのサンバガラスに下髭がくっついてると、これは全く別の意味をなすんですよ。つまりはN 字波動の予兆だってことが見分けれるわけですよね。まあですんで、私の見るのも相場っていうのは、買いの流れの時に売りのサインが出ましたよと。でもその売りのサインは押し目を作る一時的なものかどうかってことが見極められるまではしっかり観察しておきましょうってことでした。で今回それがまんまとうまくいって、サンバガラスの後に反転して上昇して N を書くというシナリオがそのまま完成されたわけですよね。じゃあその辺を踏まえてですね、今日も相場解説をしていきます。今日は見るのも相場です。こちらです。はい、日足を見ていますけども、前回まで、争点だったのはここを超えられるかどうかってことでした。
これはね、エリオット波動を思い出していただきたいんですけども、エリオット波動ってのは、こういう風な水準波が起きた後で、調整波が入ってね。で、調整波が終わったら今度ね、新しい水準波が、こちらの高値を抜けていくかどうかっていうところによって、フラクタルをもう一回書くかどうかってことが決まって、上昇波動がさらにできていくってことですよね。で、しかも調整が入って、また上昇波動をということで、右肩上がりの流れがどんどん強化されていくってことになります。これを踏まえて、エリオット波動ではないんですけども、こちらのレンジをブレイクして、上昇波動がこういうふうにあって、押し目を作って、そして今度は調整波に入りますよね。調整波は一旦下降するんですけども、ここをぶち破っていく新しい推進波に切り替わる。そのためのこちらの調整だっていうことがわかります。このシナリオが説明できるとちょっといい感じになります。いかがですかね？トレーニングを繰り返してこれができるようになっていきましょう。じゃあ次は4時間です。4時間のシナリオとしてはフラクタル図形だったですよね。フラクタル図形ってのはもともとこのペナントっていうのがありますよね。あれもフラクタル図形なんですよ。値動きがこのようにだんだん小さくなって同じ図形を書いている。そして最終的にはこれがブレイク、どっちかの方向にしますよねってことだったんですよね。これを少し横倒しして、こういう風な形になりましたよっていうのが今回のフラクタル図形です。このように線を引くことができますよね。この補助線を引く作業がね、ちゃんとできないと、相場っていうのは見えてきませんから、何回も何回も補助線を引きましょうね。で、収束していってブレイクした時も、ブレイクはこういう風にギザギザしながら、まあ昨日ね、全部回収しましたけども、どんどん大きくなるでしょ。で、今回、この波動が取れましたかってことになるわけですよ。で、今また調整が入って、この辺は様子を見なければ、完全にこのフラクタルが解放された状態になっているかな、というふうに見ることができるからなんですよね。はい。ちょっと難しい言葉が続きました。わからなければね、お答えしますんで、もうすぐ FX のオリガルヒ限定の放送になりますんで、この動画見れる人は本当一部になります。はい。じゃあ1時間足を見てみますね。一時間での見方なんですけども、小さなロウソク足が並んだところ、その後で均衡が崩れて下に下がるところ、もう説明しましたよね。ここではもう言いませんよ。ここ。ここ。ね。ネックラインが同時にできてますよねってことで、この赤い線を私が引いてるわけですよ。ここに。ここもね。で、ここまで補助線が引けたらもう楽でしょ。ネックラインを超えたら、バイでエントリーすればいいわけですよ。ここも同じです。で、こういう風に上がって、まあ私はここでね、すべての玉を決済しましたけども、まあ、想像してください。ものすごく利益が取れましたよ。皆さんに公開しながら、どこで買う、どこで売ると言いながら、そして何ロット残しました、ということを言いながら、利益っていうのは取れていけるんですよ。まあ何よりもの、まあ証明になるんじゃないかなと思います。実際今週もまあ私のねこの相場解説に従ってまあ相乗りすれば数十万の利益っていうのはねまあロットにもよりますけども取れた方がいたんじゃないですか。私の報告ではねやっぱり3名ぐらいの方が常にね利益が取れましたいくらですって連絡してくださるんですよ。いやだからねもう儲かりまくりですよ。はっきり言って FX で、あとは私の解説を見なくてもそれができるようになってくだされば、最後の段階を超えて卒業ってことになります。これは FX オリガルヒの方はみんな目指してほしいとこですし、目指せるところなんですよ。さあそこで、ここで決済はしましたけども、新規の買いがどんどん入ってきてさらに伸びてますよね。で、ここでまた調整が入ってるわけなんですよ。ここはちょっとね、見るのも相場で行きましょうと。今週はだから残り1週間。今日水曜日ですけども、水木金と、見るだけになっても構わないから徹底的に観察していきます。そして、隙あらばエントリーしていきますからね。じゃあ隙あらばエントリーの、その私の一定のポイントっていうのは、132円の970なんですよ。
つまり133円前後でバイでエントリーを今ぼんやり頭の中に描いてますね。前回も似たようなこと言いましたよね。131円前後でバイでエントリー、ロット多め、それと似たような感覚を今感じてますけども、ちょっと観察してからでも遅くないんでね、今日はそれだけ申し上げておきます。さあ、いかがでした？私の相場解説、納得できました？理解できました？私はテクニカルに忠実にやってるだけで、私の考え方とか独特のノウハウとか変なインジケーターツール全く使ってないのが分かると思います。このスタイルで6年間やってきて、テクニカルを扱えてない1年目っていうのは全然勝てませんでした。でもテクニカルがだんだん自分の血となり肉となるに従って、利益幅は増えていって、解説もより具体的にできるようになったんですよ。なぜなら私はテクニカルの話をしてるだけだからなんですよ。はい、じゃあ今日はこんなところで閉じていきましょう。FX オリガルヒご参加中の皆様、もう始まってますんでね、12日を待つことなく、ちゃんと日々私はカリキュラムをお送りしてます。そして12日前後を機会に、この FX の相場解説はほとんどの人が見れなくなります。そして FX オリガルヒの方だけの放送になります。そのような心づもりでいてください。販売はもう終了してます。では失礼します。6月9日深夜3時になります。まだ日付が変わって3時間ぐらいしか経ってないんですけどもね、もうできることをやっていこうと思います。よろしくお願いします。ちょっと今日ね、口内炎で喋りがちょっと痛々しいんですけども、まず6月8日の18時半の1時間を見てみますね。ご覧のように反省するとなると、なんかついちゃいましたね。ここですよね。こういう風な箱ができて、ちょっと下がってネックラインを越えて、このトレンドが来ると。でまた横ばいになって、ちょっと下がってこの線を越えてトレンドが来るっていう動きですよね。だからここはちょっとね、ノイズみたいな感じで、私ここで全部決済しましたんで、あとはポジションなしで見ているだけなんですけども、まあ基本的には同じなんですよ。ここでこういう風なのができてね、まあここら辺とはちょっとね、ロウソクの形が変わってきたのを感じますかね。細かい話ですけども、全体的な流れとしてはまた落ちていって、このネックラインを越えて、まあブレイクするのは同じなんですよ。ただちょっとね、雰囲気変わってきたなっていうふうに私は感じます。というのが、私みたいに休憩しだしている人がいるんですよ。目標利益をごそっと確保して、ちょうどこの辺でですね、もういいかって感じで終わってる人が出始めて、この動きになってきてるんですよ。まあ、私はそういうふうに思いますね。ここは、これはね、感じ取ることしかできないんで、経験の中で、あ、多分自分と同じようにもう金持ち喧嘩せずを始めた人がいるんだなと思っていただければいいです。まあただ新規で買いを入れてる人もいますんで、例えばここをブレイクを見てね、また買いに入ってる人もいるわけですよ。ですんで、まだこの時点では6月8日の18時半の時点では買いの流れは終わってないなっていうふうに、休憩してる私でも強く感じますね。ただ私は今週はもうこれでいいかと思ってるんで、もう新規の買いは立てません。でもね、まだまだ買いに入っていいと思いますよ。その辺をちょっとお話ししましょう。で、現在深夜3時の日足ですけども、これエリオット波動の応用で解説していきます。エリオット波動ってのは分かりますかね。もう一回ここでおさらいしますと、こんな波動があって、その5波でまずは上昇波ができてるんですよね。で調整波が3波で入って、その後この一番高いところを超えるような感じで突き抜けていくと、エリオット波動が継続ということなんですよ。でそれをちょっと応用するとね、この形がすごく似てるんですよ。まずはこちらをブレイクして上昇トレンドを書いたところまでは見分けがつきやすいんですよね。その後調整波が入って N 字を書いたなと思ったんですけども、これがエリオット波動みたいな形ですよ、に伸びて、結局ここ5波まで行ってですね、あとはこういう風に下がっていったところが見えて、あ、これはこのネックラインを越えたらまた同じようなフラクタル構造でエリオット波動に似たような形を作るなっていう風に、テクニカルを見ていると見えてくるんですよね。
で、一旦ここでちょっとね、陰線もありますけども、これを突き抜けて上の方に行きました。はい。そうするとですね、どんな形が見えるかっていうと、ちょっと戻しますよ。どんな形が見えるかというとね、新しいエリオット波動に似た形が、ここで、見て取れるんですよ。第1波、第2波、第3波の途中です、今ね。第3波の途中なんで、またどっかでね、おそらくもうちょっとしたら、調整して、またさらに上がっていくっていうので、5つの波動を作って、また調整波、みたいになるっていうふうに、私はこの時点で未来を見ます。でこの時点で、そういうふうに、これからの未来を見るわけですよ。上昇は上昇でいいんだけども、どっかで調整が入って、その調整に巻き込まれて、この上昇波動の途中でもね、ロスカットを食らう危険性があるなと思うから、まあその一歩前で、場合によっては 1.5 歩前で私は休憩に入ったってことなんですよ。で、これからね、予想できるのは、同じように、あ、そろそろ調整入るなって分かる人は、休憩に入って、もしくはロットを減らして、ずっと相場を見ているってことなんですよね。で、まだまだ、取っていきたい人とか、こういうふうな未来を、断片的にしか見えない人は、まだ、しっかりとバイでエントリーしてると思います。どっちも悪くはありません。むしろね、勝手にね、この辺で、流れが止まると思って、エントリーやめちゃう方の方が危険だと思いますよ。はい、じゃあ4時間を見てみます。休憩と収束の予感ってのはどういうことかっていうと、まあ私は実際今もうね、ロットを外して休憩してる状態なんですよ。多分同じように考えている小賢しいのがね、結構私と同じような思考の人が、いると思うんですよ。つまりはあんまりロスカットを食らわないように、ちょっと前で終わるみたいなね。今週は予定利益行ったからもうやんないみたいな感じで、まあ、ある程度慣れてくるとその安全策を取るようになってくるんですよ。で、皆さんにはこれお勧めしませんよ。お勧めしません。まずはね、ロスカットを食らうまでずっと、今みたいな状態だったらロスカットを食らうまでバイ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 で行くんですよ。で、ロスカットを何回も何回も受けながら、あ、せっかく、例えばね、10ロット買ってたのに3ロットロスカット食らったなみたいなのを、これを繰り返していって体で掴んでいった方がいいと思います。ここは体で掴むところ、考え方は今私がお話してますけどね。で、体で掴んだ結果、私の場合はそろそろこの辺で手を引こうかなっていうような感覚が身についたんで、だから私は指導者がいなくてもこれができるようになったんですよ。でも今この私の相場解説を聞きながらエントリーをこう参考にしてる方はね、でコピートレードに近いと思うんで、そういう方はね、私と同じように今回休憩ってことは概念として残してもいいんですけども、実際には自分の手を動かして、ロットを減らしてでもね、エントリーは続けてほしいと思います。そうした時に、あ、本当だっていうのが、何回もやればね、拾えてくると思いますんで。で、自分の体感にしていくことが大事なんですよ。で、それが精神力につながっていきますんでね。はい、ここまで話しましたけども、ご理解いただけたでしょうか。さあ、それで、4時間足のフラクタル図形なんですけども、もう下がってきた時のフラクタルはもう言わなくていいでしょ。上昇のフラクタルなんですけども、最初はちっちゃいものが続いていきます。で、だんだん大きくなるっていうのをお話しましたよね。だんだん大きくなってるでしょ。だんだん大きく、さあ、だんだん大きくなったんだけども、このだんだん大きくなるも終わって、今度逆に小さくなる可能性があるんですよ。それがだから先ほどの冷やしでいう調整波に入ったってことになります。だから私はちょっと前に、ポジションを抜いてるわけなんですよね。でも皆さんはまだまだね、ここでもブレイクして買いに入っていただければいいと思いますし、今でもここ調整して、もう一回ここを抜けたら、抜けた瞬間に倍に入る。これを繰り返していっていただきたいと思います。ロットを調整しながらね。トレーニングの段階ですから。ね、3段階あるって言ったでしょ。で、1段階目は基礎用語とか何なりを覚えるとかね、概念を覚えるっていうこと。で、2つ目はテクニカルのトレードのトレーニングですよ。トレーニング。今、皆さんトレーニングの段階ですから。で、3つ目の精神力っていうのは、先ほど申し上げたように、体でぶつかりながら、なるほど、こういうことか。だったらもう大丈夫だなって感じで、鍛えていくところなんですよね。それが私があんまり、先ほどみたいに、皆さん、私はここで休憩しますんで、皆さんも一緒に休憩しましょうってやったら、この、勘が養われない。勘っていうのはね、なんで表現しにくいんですけど、山勘じゃないんですよ。何回も繰り返すことによって、染みついていく精神力のことを、勘というふうに、考えていただけばいいかな。伝わりやすいですかね、この。伝わりにくいですかね。ちょっと表現がね、ほんと難しくなっちゃってすいませんけども。とにかく、私と同じようにやってる限りは、私がいなくなったら途端に困るんで、私の考え方をね、受け取ってほしいんですよ。で、私はポジションがないけども、もしね、これからポジションを持ってるとしたら、
ロットを減らしながらでも上昇倍の方で買い続けるってことをお話しました。だからロットを時にはね、10分の1ぐらいにしてもいいと思いますよ。もしくはデモトレードに戻していくとか、その代わりしっかりとねチャート見てってください。やっぱりポジションを持たないと、私はこうやってずっと見てますけども、ポジションを持ってないと見なくなっちゃうでしょ。うん。だからそれだとトレーニングにならないんで、トレーニング中はポジションがない間もしつこくしつこく見に来てくださいね。で、もう稼ぎたい時だけ FX 開こうかなっていうレベルになったら、ポジション抜いた時は全く見なくてもいいですからね。あのパカッとそのチャートを開いた時に、あの過去検証と未来予測を同時に立てられるようになったらもう一人前ですから。はい、というところでね、1時間の方に行きましょうか。すいません、喋りすぎましたね。でもこれ大事なことなんでね、何回も言いますから。で、1時間足なんですけども、1時間足では、あのもう一回この話になりますけどもね、ここここ、そして形がちょっと変わりましたけども、ここみたいな感じでちょっと下がってトレンド、ちょっと下がってブレイクトレンド、ブレイクってのはここですよ、ここブレイクをしましたよね。もう何回も何回も言いますからね。で、ここもちょっと変わってますけども、結局はここをブレイクしたからこそこのトレンドに出会えたってことなんですよ。さあ、今度はちょっと形が変わってきましたね。うん、こちらはなだらか、まあ同じようになだらか、うん、ちょっとこう壊れてきたなと。で、ここはだいぶ壊れてきたなっていうふうに形の変化わかりますかね。で、私はもうすでにここはもうやってないわけですよ。ここで私はポジション抜きました、解放しましたんでね。ただその後も、あ、同じ形でフラクタルできてるなって思ってるんですよね。じゃあ別の見方をしましょう。別の見方で言うとね、ここが高値高値高値更新なんですよ、どん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 ね。で、安値更新はちょっと点がつけにくいんですけども、例えばここでもいいですね、ここここという感じで安値更新高値更新っていうのができてます。で、新しい安値の更新っていうのがどこに来るのかまだ点が引けませんけども、まあこんなとこじゃないですかね。まあこれはちょっと危険な未来予測なんで、ここまでピンポイントに分かりませんから。ただまあこの辺に来るんじゃないかなと思いますよ。この辺にふわーっと来て、でまたこういう風に上がっていくんじゃないですかね。で、1時間でここまで具体的に言うのは私ちょっとね無責任だと思いますんで、ここら辺ね、ここら辺の仮説を立てるのはちょっとこれ消します。この辺はこれ分かりません、分からないんだけども、大体同じような形とリズムでここもここもここも来てますんで、ここもなるんじゃないかなっていうふうにぼんやりと思っておきます。ですので今度ブレイクアウトするとしたら、このヒゲ先とかね、実体の先とか、このあたりでしょうね。このあたりで私はブレイクアウトを目指すと思います。で、あともう一個ね、ちょっと大事なことを言っておきましょう。こちらです。ブレイクアウトの基準になる2つの陰線陽線、これ見てください。ハラミ足になってるでしょ。ここもハラミ足なんですよね。ここもハラミ足なんですよ。ここはハラミ足になってないけども、うん、まあここと言ってもいいかな。ここがハラミ足になってるんですよ。うん、だからこのハラミ足も見ていくと、あ、同じように来てるなっていうような判断になるんですよね。うん、まあ、本当はね、ここがちょっとね違うんですけどね。ここはなんか無理やりここをちょっと指定しましたけども、ここはちょっと違いますね。まあでもこういうふうに気づけるところを多くしていって、その蓋然性が強いってことをどん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 補強していくと、これも精神力につながるんですよ。裏付けがたくさんあるんで、だったら高い確率、さらに高い確率でこうなるだろうなっていうふうに思えるんですよね。はい、ちょっといささか長くなりましたけども、以上のような感じでこれからの動きをちょっとお話してみました。ここからね、ロット調整して調整波が来ると思いますので、その対策をしたらどうかなってことを軽く言わせていただきますね。ただまだトレーニング中の皆さんはロスカットを食らうまでずっとバイを入れておいた方がいいと思います。とにかくバイの玉を小さくてもいいから持っておく。そうしないと意識してチャートを見に来るってことがなかなかないんでね。で、ポジションをチャートから抜くと楽になると思うんですよ。例えばこういう
方もいますんで、気持ちはよくわかります。ポジションを残したままだったら、夜眠れないから、とりあえず夕方決済するんですと。ね。確かにその通りなんですよ。その通りなんで、だから言うんですよ。少なくとも、ロスカットラインを設定して、玉をちょっとでも残しておきましょうと。10円でもいいんで。うん、まあ、寝てる間は別に抜いてもいいですけどね。それはね。生活壊れちゃいますんで。ですね、日中は、朝とかお昼の時にね、もう本当にチャートを見に来る意識がつかないって方は、玉を入れておくといいと思いますよ。はい。じゃあ、長くなりましたんで、今日は以上でございます。丁寧に説明したつもりだったんですけども、分かりにくいところがあったらね、またご連絡ください。今回はどうやって精神力を身につけておくかってことも、ちょっと織り交ぜながらだったんで、盛りだくさんになっちゃいました。はい、じゃあ以上です。おはようございます。FX の追加配信になります。まあ、通常はこの FX の相場解説は、12日あたりを過ぎるとですね、FX オリガルヒに参加中の皆様のみの配信になりますので、今ご覧いただけてる方のね、大半が見れなくなります。今日は口内炎でございますって喋りにくいですね。はい、じゃあ画面を切り替えて今日は注意するべき点、警戒するべき点についてお話していきます。まず本日6月9日の朝8時、警戒態勢に入ります。どんな警戒態勢かというと、まあ、通常はね、フラクタルの方でお話したように、ここの水準を超えたら買って、ここの水準を超えたら買ってってことを繰り返せばよかったんですよ。で、今のところ、ここですよね。ここはちょっと形が変わったんですけども、同じです、考え方は。この水準を超えたら買えばいいんですよね。さあ、警戒するのはここからです。今度ここで、どうでしょうか。天井を書いて下に降りましたよね。その後、下髭を出しながらぐーっと上に上がってきました。その際、同じように、この水準を超えて、倍でいいんでしょうかってことです。もちろん、まあ、初級者から中級者の方は、そのまま同じように、ロスカットを食らうまで同じようなパターンで、この、買いに入っていいです。ね。ここも、ブレイクアウトで買い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 、ロスカット食らうまでこれで行きましょう。で、これが、身についてきたらね、身についてきたら今度は、高値圏でダブルトップ、これを警戒するんですよ。つまり、下がるかもしれないってことですよね。それを警戒しながらやると。で、下がるにしても、もしかしたらこの辺で止まって、もう一回上がって、トリプルトップを作るかもしれないっていうふうに考えを展開させてください。そうなった時に、また下がる可能性も出てきますけども、突き破ったら大きく上に行く可能性があるなっていうことで、先読みを2手3期、2手3手先をするわけですよね。よろしいですかね。そういう風に考えていきましょう。次、今の時間9時なんですけども、追伸です。先ほどの8時のチャートから時間が過ぎて、一応ここはね、超えたんですよ。実体の方は。超えたんですが、今度、ヒゲ先で青いのが出ましたよね。で、全体的には右肩上がりなんですよ。しかし、ここで、警戒態勢ダブルトップの可能性が出てきました。となると、このヒゲ先のあたりまで落ちる可能性があるんですよね。落ちたところでもう一回上昇する含みは残していますけども、さあそれをどう考えるのかってことです。その場合は買い足を見ます。これ15分足なんですけどもね。何点かチェックするべき点があります。一つ目。包み足が出ています。包み足が出てるってことは、そっちの方向に進むよってことですよね。二つ目。三平が出てますね。赤三平。三平が出てるってことは、そっちの方向に行くよってことです。ね。そして、すべての時間軸は右肩上がり。これもよろしいですか。で、現在、フラクタルの途中なんで、どん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 上がっているところでしょ。ですんで、通常はこのダブルトップは突き破って、ブレイクアウトの方向に行くと考えればいいです。ですんで、初心者、中級者の方は、そのまま素直に倍なんですけども、別の見方をしようと思ったら、先ほどお話したように、二点天井でダブルトップで下がるんじゃないかなっていうことも警戒していくんですよね。あら。これを考えに持たせながらエントリーするわけですけども、その際は
通常はね、この跳ね返ったところから入ればいいよとか、中級者は赤三瓶を、そして包み足を確認したまま入ればいいよっていうふうに申し上げました。だからこの辺です。しかし今回はですね、上級者の方でも私みたいに休憩して、高みの見物をしている人がいるんですよ。その人は何をするかっていうと、いつもとは違ってここを突き破ったら今度は入ります。よろしいですか。ここがちょっとねずるいところなんですよね。高みの見物、休憩した後にみんなが入ったら入ろうみたいな感じなんですよ。はい。で、この9時の足に戻しますけども、そうなるとね、ここを抜けたら大きめのロットが、私もやりますけども、大きめのロットをね倍の方向にかぶせてくる可能性があるんですよ。だから今日中に134円を突破してしまうんではなかろうかっていうふうに読んでます。私はそのタイミングを待ってますというふうな腹の内を紹介しました。おそらく私と同じレベルの人、つまり FX をやれば大体勝つなみたいな人で、資金が数百万とか数千万を投げない人、まあ中ブラリンなね、なんか中途半端な金持ちっていうかね余剰資金を持ってる人です。エントリーするときに数万とか数十万ってのをボンボン突っ込む人っていうのは多分私と同じ思考だと思いますんで、ここを抜けたときに大きな資金を入れますから、もしかしたら大陽線をここを突き破った後に何回か出すんじゃないですか。そんな気がしますね。はい。というふうに私の胸の内の内です。多分私と同じ水準の、まあこうやってね、曲がりなりにも人にFX のことについて物を言う人っていうのは同じように考えてると思いますんで面白いですねだからね、私会ったことはないんですけども、私と同じようなレベルで何年かやっていて、まあ FX をね収入源の一つにしてる人、もう当たり前に勝つ人ね。でも大勝ちはしないけども当たり前に勝つ人、そうですね、年間で1000万前後とか2000万前後勝つ人の思考が私だと思いますんで、多分同じようにやるんじゃないかなと思いますね。その辺を楽しみながら見てみましょうか。そしたら私も休憩が終わってちょっとロット突っ込みます。おそらくね、ロットの数で言うとね、まあ、3から5を突っ込むと思いますね。ちょっと強めに。はい。しっかりここまで利益も取れてるんで、今まで取った利益の、そうですね、今月取った利益の半分を使っていくような感じですね。じゃあ、失礼します。はい、こんにちは。FX のオリガルヒでございます。今日の私のね、ロットの投入模様なんですけども、お話したように、このダブルトップがありますよね。ダブルトップを抜けたら、ちょっと大きめのロットをね、3ロットとか5ロットぐらいで入れようかと思ったんですけども、赤い線134円の513を抜けなかったんですよね。で、ダブルトップってのは言うまでもなく、そっから下に下がりますよっていうサインでもあるんで、これを抜けたらね、抜けたらエントリーだったんですけど、抜けなかったんで、下の方に向かってますね、今ね。ということで、肩透かしと言いますか、私の蓄えていた、温存していたロットは、空振りということでエントリーせずで無傷になりました。あ、休憩してよかったなというところでございますね。今回は以上です。ちょっとね、でもね、プラスですね。以上じゃなくて、これが跳ね返ってきてトリプルトップになったら今度は抜ける可能性高いですよ。だからそこはちょっと見ていこうかと思います。今週の最後のトライはトリプルトップが突き抜けて倍上昇、そこでエントリーって感じですよね。値段は同じく130円の513を抜けたらどうするか決めようかと思いますので、おそらくエントリーポイントは134円の530とかね、550とかあの辺じゃないかなと思いますね。はい、以上です。はい、現在6月10日の深夜3時です。昨日一応ね18時半にこのスクリーンショットを撮ったんですけども、18時半、もしかしたらこっからトリプルトップに向かうんではないかなと思っているんですよ。で、深夜3時、現在の値動きですけども、まあ本当にね、トリプルトップに向かっていきましたね。これ包み足を出して、しかも久々に長い陽線が出ました。これは多くの人がたまたまここに資金をつぎ込んだというよりも、資金をたくさん持ってる人がドカンドカンとね勝負に来たんでしょうね、きっと。で、このまんまこの資金を例えばここで投げた人がね決済しちゃうと、トリプルトップはやっぱりこちらの人も決済しちゃうんで、
下に行っちゃうんですけども、このトリプルトップを描くあたりでね、次の資金が入れば上に抜けることになりますね。でそうすると新規の買いっていうのがこの赤いラインの上の方でどんどん入りますんで、3点天井抜けて上昇ってことになると思います。もちろん私もそのタイミングで入ろうかと思いますね。なんせダブルトップの時に入り損ねたんでね、抜けなかったんで、トリプルトップの時はちょっと期待してますよ。まだ時間が時間なんで、そうですね、朝6時7時あのあたり8時9時ぐらいに決めようかと思います。じゃあ深夜でしたけどもね、以上です。おはようございます。さあ金曜日ですよ。6月10日6時半の、相場解説になります。いつものように日足4時間1時間と見ていきますけども、最後のテーマはですね、トリプルトップがどうなるか、そしてトリプルトップは通常下に向かうサインです。昨日のダブルトップも下に向かうサインでまんまとそうなったでしょ。でも私は右肩上がりの時にセルは入れないんですよ。とにかく倍だけで取っていきますからね。で今回もトリプルトップをぶち破って倍の方向に上がっていくんじゃないかなっていうふうに例外的に感じております。ちょっとね、例外的っていうことは中級者以上の方が考えていただければいいんですけども、初級者の方はねロスカットの可能性は出るんですけども、トリプルトップは下に下がるっていうふうなことを忘れないでくださいね。今回はだから私がね、今回は突き破るんじゃないかなっていうふうな経験から物申してますんで、ちょっとね例外的な放送になります。それではこちらをどうぞ。まず日足なんですけども、あのエリオット波動ね、何回もお話しましたけども、それとフラクタルの図形のことを覚えてます？推進波がこうあって、で調整波が来るでしょ。で次の推進波が来るってことを、ここを突き破ったらそうなるよってことだったんですけども、どうでしょうかね。エリオット波動じゃないんですけども、エリオット波動に似た形が来ていて、推進波を作りました。で調整波がここに現れました。で調整波の後ここを突き破って新しい推進波が来るかなと思ったら来たでしょ。つまりこれと同じ形になったわけですよ。フラクタル図形続行なんですよ。ということで全体的には右肩上がりが全然勢いを変えてないっていうのがデイリーの見方です。じゃあ4時間の方行きます。4時間はね、まずねここが迷った状態に入りましたね。迷った状態ですんで、ブレイクしてどっちかに抜けます。どっちに抜けると思います？それは1時間でお話しします。で下にフラクタルで下がってきたのが転換点を迎えて、上の方にフラクタルでブワーッと上がってきたってことを4時間で確認していただければいいんですけども、いずれにしても強烈な右肩上がりを波動を書いてますよね。これがいきなり下落に転じるってことはあるんでしょうか？ただ高値圏になればなるほど下落のエネルギーが溜まってるっていうのもまあ言えることなんですよね。じゃあ1時間です。さあいよいよですよ。はい、今ねずっとお話した通りに、ここで跳ね返って N を書くと思ったら書かずにダブルトップでしょ。 N を書くとここを突き破るんでしたけども、十分下がりました。で昨日の夕方のことなんですけども、一瞬ここ閉じます。昨日の夕方ですよ、18時半ね、こうやって天井を突き破って突いて下がってもう一回突いて、N の形にはならなかったんですけども、ダブルボトムから順当にセオリー通りに下の方に行ったでしょ。でもしかしたらって書いてますけども、こっから私が考えたようにトリプルトップの方に向かっていくんじゃないかなっていうことね、ずっとお話ししましたけどもね、それを考えたのがもしかしたら18時半なんですよ。じゃあそれから数時間経って10日の深夜2時です。さあ来るか、3点天井になりましたね。こう来て2点目の天井をついて、そしてもしかしたらで、昨日の夕方言ったのはここですよ。3点天井向かうのかなと思って、それから数時間後深夜2時には3点天井向かってるんですよね。じゃあこれを踏まえて現在の値動き1時間見てみると、ほらさらに伸びて3点天井が現実味を帯びてきてたでしょ。こうですよね。もうちょっとですけどもね、今日中に3点天井に行って、ずーっと前から引いていた134円の513ね、これを突き破る、十分突き破るようなら私の勝ちですよ。今週この人たちが来るかどうか、これは私エントリーしようかと思いますね。もしかしたら来週にずれ込むかもしれません、でも今回の3点天井は突き破ってブレイクすると踏んでます。でも
セオリー的には3点天井は下に下がりますからね。これ忘れないでくださいよ。さあどうなるのか、今日はちょっとね3時間4時間ごとに見に来ようかと思います。週末迎えるにあたって非常に盛り上がる、そんなトリプルトップ、ワクワクしますね。こんなトリプルトップはねもうしばらく見てないですね。というのが、通常トリプルトップって下に下がるために入るんですよ。でも今回は突き破って上に行くっていう風な形、ずっと私の目から判断できましたんで、これはちょっとねリスクはあります。上級者好みの作戦です。というのが、トリプルトップは多くの場合下に行くんですよ。今回は確率の少ない方に私は仮説を立ててますんでね、初心者の方はロットをグッと下げて参加してみてください。それではトリプルトップはどうなるのか見ものです。いってらっしゃい。おはようございます、速稼塾の久保です。ご覧のようにトリプルトップ、まあ例外の方、確率の少ない方にかけていたんですけども、突破せずにやっぱりセオリー通り下の方に行きましたね。ということで今週これでね、私も心の使え、胸の使えが取れました。もしかしたらと思ったんですけども、まだまだここを突破して上昇するには時間がかかりそうですね。ということで、おそらくこれからレンジに入るんじゃないかなと思います。もちろんレンジの後はブレイクがありますので、そのブレイクの時に上昇していくことは十分考えられますけども、もう今週はここで私もうね、この後何があってももう終わりますんで、はい、お疲れ様でした。ダブルトップ、トリプルトップ、両方とも私の目論み通りに上昇に行くんではなくて、セオリー通り下に行きましたんで、まあこんなもんですよ。ですんで繰り返しますけども、初心者の方や資金のない方は基本的にはテクニカルの通りに行ってください。今回はリスクはあるけども、私はブレイクアップの方にね、ブレイクアウトして上の方に行くことに、まあ望みをかけていたんで、大きいロットを用意していたんですけども、まあいずれもね、発動する前に別に上の方に行かなかったんで、ただ見てるだけになりました。まあこれが私のね、休憩の過ごし方なんですよ。だから休憩していても、もしかしたらなと思って、ロットを温存して、万が一の時にはバッと食いつくために、ぼーっとね、今、よろしくメカドックを見ながら、チャートをちょこ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 見ていました。で、FX の専業トレーダーになると、これができるんですよ。楽しみながら、例えば私の場合はこうやって、DVD を見ながら、チャートをチラ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 見ながらね、で、DVD が1巻終わったり、映画が1本終わったら、だいたい、ロウソク足が2、3本動いてるでしょ。そういうことで逃さないようにできるんですけども、まあ寝てしまうとね、やっぱさすがに気づかないんですけどね。という感じで、多分私みたいに専業で時間をべったり使えるってことはあまりないと思うんで、他の方は。そういう方はやっぱりね、基本に忠実。ダブルトップは下。トリプルトップは下っていうふうに考えた方がいいと思います。もちろん、そこをね、突破して、それが使いこなせるようになったら、例外の方にたまにね、構えていくっていうのもありますけども、でも十分ねブレイクアウトしたのを確認して、十分伸びたのを確認して、少なくとも10ピップスとか20ピップスぐらい動いたのを見て、それからエントリーしないと、すぐにね反対方向に戻って食われちゃうことになりますんで。でこの前もお話しましたけども、そうやってね抜けたことを確認して大量ロットを入れる、そういうふうな、なんですよ、年収1000万2000万あたりのトレーダーっているんですよ、私みたいな立場の方がね。だからそいつらが動き出すとボーンと上上がるんですけども、今回はブレイクアウトしなかったんでね、だから私と同じように資金を眠らせたまま、ああみたいな感じの人が多いんじゃないかなと思います。実際にそういう人と会ったことはないんですけども、なんかね少ないロットでやってた時は考えられなかったんですけども、今私一定の金額でやってますんで、あ、他の人もこのぐらいの余裕と金額とかロットを持ってる人はこういうふうに考えるんだなっていうふうになんか感じるようになってきましたね。ということで、おそらく今回のトリプルトップで、ブレイクアウトで上昇を狙っていた私みたいなトレーダーはここで気が済んだんで、もうそれぞれ遊びに行くんじゃないかなと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。どうも皆さん、肝を冷やしました。また来週お願いします。おはようございます。月曜日になりました。6月6日朝6時半の相場解説になります。今日はまず週足の方から見ていきますけども、先週のこと覚えてます？サンバガラスが出ました。その後にでっかいね陽線ができるというふうな仮説を立てましたけども、1週間経ってそうなったでしょ。これはヒゲなんですよ。
サンバガラスと下髭の組み合わせによって売りの圧力がなくなってきたよっていうこと、そして買いの圧力がそれに反発して始まるよってことをお話しました。つまり N 字を書く直前だってことなんですよね。その辺を今日は見ていただけるのかなと思います。そしてね、 FX オリガルヒの募集ですけども、今日明日は35万での募集になります。もちろんね、土曜日日曜日にお申し込みになった方もいらっしゃると思いますけども、その方も特別価格終わってますので35万でのご案内になります。現在15名の方が何らかの形でエントリーを申し込んでくださり、ほとんどの方が入金終わってるんですが、一部の方は今のところね、ちょっと音信不通というか返信に時間がかかってる状態なんで、あと 2,3 人ぐらいですかね、ちょっとはっきりとした返事がいただけないので、マックスで15人、まあこのままいっても12人ということになります。もちろん今日明日で申し込みが入るかもしれませんし、交渉中の方もいらっしゃいますんでね、お気持ちを聞かせていただければ、最適な形でスタートできると思います。さあ、それでは FX オリガルヒはあと1週間後ぐらいを目安にスタートすることになります。それと同時に私のこの相場解説も速稼塾の塾生さん、そして一般公開、これが随分ねボリュームダウンしますんで見ることができなくなります。ぜひね、 FX ってのは学んでいかないと勝つことができないとは言いませんけども、どうですかね、実際に学んだ方が勝ちやすいのか、一人でやった方が勝ちやすいのか、まあこの辺が結局勝負の分かれ目になると思います。そして今日の動画の最後には、どうやったら FX 勝つためのルートが引けるのか、これについてもお話ししますのでご覧くださいませ。それでは一旦切り替えます。こちらから週足です。はい、週足を見ていただくとここですよね。サンバガラスの後どうでしたか。強烈な陽線がズバンと突き上げましたよね。そして目論見通り131円前後のところまでタッチしてます。今週は131円前後からどのぐらい倍の方に伸びていくかってこと、ここまでの仮説が全部合ってますから、ここからの仮説も十分正解になる可能性が高いと踏んでますんで、今週はちょっと大きめのロットで倍を仕掛けていきますよ。はい、それでは次は日足です。日足を見てみますと、一旦は下がったこちらの値段なんですけども、大きく上がったことがあります。これがさっきの強烈なサンバガラスの後の陽線を作ってるんですけども、これがエリオット波動の動きに似てるということなんですよ。こういう風な推進波があって、調整波がこのように入って、その後ってのは前回の高値エリオット波動を抜いてですね、フラクタル構造で次のエリオット波動の形に向かってるんですよ。エリオット波動そのものではないですよ。ただ上昇波と調整波が交互に起きて値段をどんどん上げていくように、この数週間で起きたことってのはこれなんですよね。これですよね。だから次はこれが起きるんじゃないかなっていうふうに踏んでるのが今週から始まる値動きだということでございます。じゃあ次は4時間です。4時間はお話したようにフラクタル構造を持ってですね、三角形が徐々に小さくなりながら下がっていきました。つまりこういう動きです。これをね、横にちょっと倒すような形で引き上げてみるとよくわかります。こういう風な形になるってことなんですよ。つまり三角形の収束なんですよね。横倒しするとよく出るでしょ、この形。そう、ペナントです。ペナントがちょっと下がった形で出てるんですよ。右肩下がりというかね、傾けた状態で。だからブレイクした後上に抜くっていうところが、ここに見えて取れて、まさに上抜けたでしょ。でここに N 字を書きながら上がっていくところが見えたんで、ここも N 字を書いて上がっていくだろうなっていうのがこの前を解説したところです。私は休憩ということでエントリーはしませんでしたけども、でも私の解説を見てね、130円、これを抜けて131円前後までいくというふうに踏んだ方はこれ取れてるはずですからね。当然ですけども喜びの報告も届いてます。オリガルヒの入塾費用の一部がここで作れました、もしくは全部できましたって方もねいらっしゃいました。いや、そのぐらい私の相場解説って、まあ、オリガルヒに参加している方には届きやすくなってるなと思いますよ。はい、じゃあですね、次1時間でこれからの動きをお話していきます。まず先週末なんですけども、この形の意味はもうお話しました。そして
そこから傾きが生じたことの意味もお話ししました。レンジをこのように広く持った後、ブレイクアウトの値段がここということがね、もう分かりましたんで、あとはここのブレイクアウトで取った方がいましたよねと、それがオリガルヒの費用の一部もしくは全部になったってことだと思います。だからね、オリガルヒに参加することをためらっている方は、ここが取れる力量はちょっと今のところないのかもしれませんけども、これからついていくってことなんですよ。だからね、オリガルヒに確かに費用かかりますけども、これ考えによっちゃただ同然ですよ。オリガルヒの費用が35万であろうとも49万8千であろうとも、だって1回のトレードとか2回のトレード、少なくとも1週間のトレードでそのぐらい稼げるわけですから、もしくは稼ぐことを目指して参加をするわけでしょ、 FX に。じゃあ一人で FX をやっていつまで経っても利益が出ないのか、少しでも勝てる可能性を求めてオリガルヒに参加するのか、まあ、その辺はね、回答はそれぞれ出していただければいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ今週なんですけども、131円前後に来ました。現在130円の933です。じゃあこちらの価格ってのは十分131円前後ですから、エントリーを考えていく時期に入りましたね。まあですんで、今週はエントリーを倍でちょっと大きめのロットでするっていう前提でお話をしていきます。今日はそれだけ確認してください。今日の値動きちょびっとだけ下に行くかもしれませんけども、でもね、実際にエントリーするのは明日か明後日ぐらいになると思います。そして木曜か金曜には決済して終わりです。これで強額の利益をドカンと抜いていくつもりなんですけども、ただ私と同じように考えてる、そんなね、巨大投資家さんがいらっしゃればこれは実現しますけども、巨大投資家さんがもっと別のことを考えているようだと、私もそっちの考えに思考を合わせないといけないんでね、もしかしたら来週にもつれ込むかもしれないなってことです。はい、じゃあ総じて申し上げますけども、結局私たちは大きなお金を持っている少数の投資家さんの動きに合わせてやってるわけなんですよ。ですんで、テクニカルということがある程度できた後に、その先のテクニカルを予測して飛び込んでいくってことになります。だから先週1週間の仮説がずっと一致してきたことっていうのはでかいんですよ、ね、ここまでの仮説がほとんど崩れずにいったから、これからの仮説にも信用ができるってことになりますので、ね、テクニカル恐ろしやって感じでね、頼りになるなってことになります。じゃあ今日の相場解説は以上なんですけども、改めてなんですけども、 FX で勝つための道筋をお話して終わっていこうと思います。まずは基礎用語を入れてください。これが第一段階です。基礎用語を自分の頭で記憶するっていうのはどういうことかっていうと、人に説明できるレベルで理解していくことが大事になってきますよ。ここを曖昧にしていたからなんとなく覚えていたんだけどってことで終わってると思うんで、人に説明できるレベルで基礎用語入ってますかってことです。周りの人に話してみたりとか、実際にブログでも書いてみてください。もしくはツイッターでつぶやいてもいいです。基礎用語ヒゲこんな意味ですっていうね、多分文章化アウトプットしようと思うと戸惑うと思うんですよ。ということはまだ入ってないってことなんで、さらに基礎用語のトレーニングを続けてください。第2段階目なんですけども、これは実際にトレードをしていくってことになります。まあいわゆるテクニカルのトレーニングですよね。そのためにはテクニカルの手法、つまり技術を身につけないといけないんですよ。で、これっていうのはね、例えるとね、まあ、野球で素振りするじゃないですか。素振りをするのが基礎用語を覚えることだとしたら、実際にバッターボックスに立って何割ぐらいで打てるかなっていうのが技術になってきます。だいたい野球でいうと3割バッターっていうと強打者っていうかね、打てる人っていうふうな認識を受けます。3割だとね、2割だとダメなんですよ。1割だともう戦力外です。だから野球でいうと、素振りでいうと3割打てる技術は身につけていきましょうってことです。投資でいうとテクニカルトレードでやっぱり 60% くらいはね、自分のテクニカルが相場に当てはまらないといけないんですよ。そこまではデモトレードとか少額でやってみてください。で、今がどのぐらいのレベルか分からなければ、自分で作った相場解説を私に送ってください。私が評価しますんで、それが FX オリガルヒのコンサルです。よろしいですかね。私のコンサルがいらなくなったらもう独立してるはずです。その時はもう大いに勝ってください、はい、まあ、そんな感じですね。そして付け加えるならね、水泳に例えましょうか。泳ぎの練習しますよね。プールで泳ぎます。でも実際に相場の世界で勝負するってことは海で泳ぐってことなんですよ。
そこにはしけも来ると思いますし、波も荒れます。でもそのしけが来ようが波が荒れようが、泳ぎ切れるように技術を身につけましたかっていうのがトレードのことなんですよ。だからデモトレードとか少額トレードはプールで泳いでるって感覚です。実際にきちんとした自分の人生を変えるべき資金を得ようと思ったら、大きな海に出て、そこではね、予想外の嵐が来ます。しけも来ます。波も高いです。でもそれに溺れることなく泳ぎ切るような技術をやっぱりデモでトレーニングしていきましょうってことなんですよ。で、3つ目の段階、今2つ目の段階まで申し上げましたけども、3つ目の段階っていうのは精神力なんですよ。で、結局は大きな金額いくときに精神力必要ですし、きちんとね、ロスカットまで耐えれるかっていうのも精神力です。利確まで待てるかっていうのも精神力です。決断は全て精神力なんですよ。そのために重要なのは、恐怖とか不安ってのは絶対にあるんですよ。で、なくしちゃいけない。恐怖や不安を麻痺するべきじゃないんですよ。恐怖と不安が5あれば、同じだけの勇気や、それからね、挑戦心、これを持つことなんですよ。よく言いますけども、私は恐怖と勇気ってのは一体化してるんですよね。恐怖がなくなるから勇気が出るわけじゃなくて、怖いから勇気が出てくるんですよ。で、これをコントロールするためなんですよ。すごく概念的な話になりますけども、今のところはこの考えを忘れないでおいてください。結局は精神力がものを言うってことです。基礎用語を覚えてトレーニングもしたけども、精神力が弱いままだとせっかくの宝も持ち腐れになっちゃうってことなんですよ。はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。おはようございます。9時40分ですね。今1時間足を見ております。今起きてる状況を説明します。この赤いやつありますね。赤いやつ、陽線。これはね、買いのポジションをドーンと入れてるから、こういう風に陽線が出てるのは、まあ言うまでもないんですね。まあそこでですよ、含み益を当然持ってるわけじゃないですか、この陽線組は。その陽線組が、利確をして、ちょっとこう落ち着いて下がってるとこですよね。で、包み足が出てないってことはどういうことかっていうと、包み足が出るってことは、こっから下落が始まりますよっていうサイン。ロウソク足が2つ組み合わさって包み足っていうことは、これから売りが先行しますよ。要するにね、買いのポジション以上に売りが入ったってことなんですよね。これは分かりますかね。で、そこまでの勢いがないってことなんですよ。で、買いのポジションは一部決済されたんだけども、そんなにド派手に決済されてない。つまりはもうちょっとこう買いが入ることをね、多くの方が目論んで今この位置にいるわけなんですね。でもやっぱり新規の買いってのは当然入れてる人いますよ。この陽線が続いてるのを見て、これからも上昇するのかなと思ってね、中級者、まあ以下の方、表現として以下っていう言い方しますけども、中級者以下の方がここで新たなる新規ポジションを入れてる可能性あります。そうすると何が起きるかっていうと、その新規ポジション小刻みに入れてるのに合わせて、大口の買いポジションを立てた方が少しずつ利確をしてる。まあ、半値利確とかもありますけども、そうなるとこの緩やかな下がり口が見えるわけですよね。で、これをね、15分足でちょっと解説していきましょう。これ、15分足なんですけども、このあたりでポジションを取った方が、まあ、上級者、もっと強い人はここで取ってますね。で、上級者の方の、まあ、金額がここで入ってるわけですけども、それが金額が大きいもんですから、一気にこれを押し上げてるわけなんですよ。で、それを気づいて中級者以下の方がこの辺でポジションを取ってですね、今含み益を取ってるところだと思いますけども、そういった方が利確してますね。ここで利確するとその分だけ下がるじゃないですか。でも新しくこの何ですかね、陽線が続いてるのを見て、なるほど、そういうことならっていうことで、追随して買いを入れてる人がこうやって出るわけですよ。だから小口の買いと小口の利確が拮抗して、この上下の波を作ってるっていうのが今の状態です。で、たまにこういったヒゲが出ますけどもね、このヒゲってのは、なんか小口の人がね、たまたま、同じタイミングで買いに入って、で、小口の売りをかけたい人がたまたま同時に入ったっていうのがたまに起きるんですよ。だからたまたまなんで、本当たまにです。ロウソク足、このレンジの間の十数本とか二十数本のうち一本か二本くらいしかこういうのできませんので、これはまあたまたまだなと思って考えていけばいいですね。それからこれもたまたま起きる
大きな陰線です。全体的にはあれでしょ、小口の多数の人が新規で買いを入れて、小口の多数の人が新規で売りを入れてっていうところに一部の人が巻き込まれて、ロスカットを次々食らってるっていうのがここで見て取れるわけですよ。こういうふうに説明できますかね。これが説明できるようになるともうほとんど負けがなくなるんですけどもね。でこれから何が起こるかっていうと、やっぱりね、これあんまり下までは下がらないって、こっから私のこれからの読みですけども、こっからの読みっていうのはこんなにねたくさんは下がらないんですよ、これからは。うん、っていうのが、これが大きく下がるとしたら、ここら辺の上級者の方が、もっと言ったらこの辺の上級者の方がね、決済しなければ起きないんですけども、だってこの辺の人ってもっともっと値上がると思ってポジションを持ったままですから、だからちょっと下がったぐらいでね決済するような、そんな球じゃないわけですよ。っていうか、あの1エントリーあたりのロットが大きいですから、それに支えられて小口がいくらね決済したところでそこまで下がんないんですよ。そういう風に見るんですよ。そればかりか、小口の人がもう決済とかロスカットをね、してしまって整理されたら、こっから改めて追加のポジションをこの辺の人が入れる可能性があります。だから新しい波が起きてズドンとNGがねかけるわけなんですよね。もう一回1時間の方戻りますよ。今解説したとこまで実現すると、これっていうのはこういう風に伸びた後に上の方にまた行くんですよ。つまりここと同じです。現象はこういう風に起きるのと一緒ね。でそれがフラクタルで逆に起きてるわけなんですよ。こういう風にどんどん大きくなるわけでしょ。だんだん大きくなるでしょ、これが、ボラティリティが、このこういった形がどんどん大きくなって育っていって、ここで大きくなるわけですよ。でちょっと前に4時間でお話ししました。フラクタルがもう書きませんけども、三角形が徐々に小さくなって下まで行ってブレイクして、今度はこの N 字がどんどん大きくなりながら上に育っているっていうところを見ませんかね。順当に行けばそういう風になります。今のところフラクタルが小さくなってブレイクして、で上に跳ねていく、徐々に大きくなるっていうところが見えてきましたんで、本当にそれが全部実現するとなると、大きな陽線をついてですね、131円を一気に突き抜ける、そんな今週が見えるわけなんですけどもね。はい、じゃあ今日の解説以上です。 FX オリガルヒではこういった説明や解説を細かく入れていきます。まあですんで、当たった時はなぜ当たったか、外れた時はなぜ外れたか、根拠がわかります。根拠が当たりますし、それからいつもどう考えていけば、いわゆるポジションを利確で取っていけるのかってことがどん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 見えてきますんで、ぜひご参加いただければと思います。今日と明日は35万円でのご案内です。それでは失礼します。こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあいつもね FX の相場解説をお届けしてますけども、まあこういった意見があるのもしょうがないかなと思ったんで、これは真正面からお答えしようと思います。その方がね、まあ言われるのは、その方だけの考えではなくて、多くの相場解説を目にする方、耳にする方が思われていると思います。これは私に対してというよりも、ほとんどの発信者の方に対して思うんじゃないかなと思うんですよ。それはですね、まあ、チャートが動いた後に、実はこういう風な動きは私は分かってました。だから私はここでエントリーしたんですよ。で、ここでこういう風に儲かりましたっていう風に、なんか後からね、いろんなことを言って、自分はすごく分かってるんですっていう風な後付けの人がいるっていう風に、お感じになってる方いると思うんですよ。ね、私もだからね、そういう解説をすることもあります。それなぜかっていうと、私の場合は、今までね、私がこういう風になるんじゃないか、ああいう風になるんじゃないかっていう風な未来の解説をしてるのと同時に、今までのことも振り返ってるからなんですよ。いや、この1週間はこうでしたねと、仮説が合ってましたね、ここで間違ってましたねみたいな感じで、反数と検証してるわけなんですよね。それを繰り返すことによって、私の相場解説が将来なくなっても、自分一人で判断できるようにしてもらうためなんですよ。つまりは、反省と咀嚼と未来への考察。この三位一体でずーっとやってるわけなんですよね。で、こっから大事な話ですけども、私の相場解説、どうですか？ね、これからこうなりますよ。ここの水準でエントリーしますよ。だからエントリーポイント待ちましょう。みたいなことを言ってると思います。で、結構ね、自信のあるときは、ロットじゃないわ、値動き、値段のね、下3桁まで言ってるでしょ。例えば、125円の784でエントリーみたいなね。こんな言い方してるわけですよ。で、どこでロスカットラインを引くか、どこでテイクプロフィットするかも、下3桁まで言うことが、まあまああると思います。
つまりこれ予告をしてるんですよ。でもこれ外れることもありますんでね、私はこうしますよってことにとどめますけども、これがかなり当たっているのはずっと私の相場解説見てらっしゃる方は、あ、確かになと思う部分が多いと思います。で、私のエントリーに相乗りすると大抵利益取れるんですよ。ただそれをね、やんないでくださいね、というのが私は考え方をお伝えしてるんであって、私と一緒にエントリーすれば儲かりますよみたいなことで言いたいわけじゃないんですよ。そうなると私がずっとね、私の動画がない限りは儲けられなくなっちゃうでしょ。だからコピートレードしてくださいってことはないんですよ。そうではなくって、そういう考え方と考察を繰り返していくと、私と同じような脳みそができて FX の思考ができるんだなと。その結果、久保哲郎がいなくなっても自分で久保哲郎の思考で、もっと言ったらね、これ単なるテクニカルですから、私の勝手な解釈じゃないですよ。テクニカルをちゃんと理解するとこうなるよね、誰でもそういうふうにできるよねってことをお伝えしてるわけなんですよ。私の個人的な考えなんてないですから。私の個人的な考えが入り出したら危ないんですよ。それは私じゃないとこの解説ができないってことになっちゃうじゃないですか。テクニカルを忠実にやれば私と同じ解説がみんなできていくっていうのが目指すところなんですよ。 FX オリガルヒもそんな感じで進めていきますからね。で、もう間もなく私の相場解説、もうなくなります。 FX オリガルヒのだけしか見れなくなります。まあそうなった時にもっともっと学んでいきたいって方は、もう35万になっちゃいましたけども、 FX のオリガルヒにぜひ参加してください。自分自身でやって今までね、いくら損したんですかってことを考えてください。そしてこれからも一人でやっていくんですかってことですよ。はい。ところで、昨日のことですけども、昨日はね、今週は大きくエントリーの予定っていう動画を出しました。その時点では131円の水準をまだクリアしてなかったんですよ。私は131円前後という表現をしました。131円前後で大きめのロットでエントリーしますよと、倍の方向へね。で、それはね、繰り返し繰り返し先週から申し上げてました。じゃあ今いかがですか、価格。131円の800あたりでしょ、132円ぐらいに迫ってるんですよ。で、131円前後で倍でエントリーをするということで、私は3ロット積んでます。ね。じゃあ今、いくら儲かってると思います、私がね。予言の通り、予告の通りでしょ、これを繰り返してるんですよね。ですんで、最初のね、多くの方の質問に戻りますけども、後解説じゃなくて、いくらぐらいから、どのぐらいにまで上がるんですかってことを教えてくださいみたいな。うん。久保さんのおすすめのエントリーのポイントを教えてくださいってことですけども、私これね、今までずっと言ってるんですよ。このあたりで私はエントリーしますよと。今までの考え方が、まあ大体合っていたから、これからのシナリオも合ってると思います。だから、この水準でエントリー。時には、125円の750みたいなね、下3桁まで言いながら、そこでエントリーすることをしてますよね。その結果、一晩で30万儲かった、40万儲かった人が現れてくるんですよ。ただし、30万、40万儲かった人ってのは、それなりの余剰資金と、ロットを積み上げる度胸がある人に限られます。ですんで、資金の少ない人とか、度胸のない人とか、普段 0.1 とか 0.5 でロットを積んでる方は、いきなり無茶苦茶なロットの積み上げ方しないでくださいよ。それはね、仮にうまくいき続けても、間違った成功体験になるんですよ。私の言う通りにかけたら、もうギャンブルですからね。ちゃんと考え方を理解して、あ、なるほど、久保さんの解説は、もしかしたら外れるかもしれないけども、理にかなってるなってことが、理解でき始めたらテクニカルが身についたっていう指標なんですよ。そっちが大事なんですよ。考え方がどのくらい熟成されてきたかっていうことが大事で、目先のいくら勝った負けたっていうのは、本当にね、もう、もっともっと先で気にすることです。だからそこを感じないしないでくださいね。どうしてもね、勝った負けたに焦る気持ちはわかりますけども、それが出てくる以上はギャンブルなんですよ。違うんですよ。考え方がテクニカルによってるのか、ギャンブルのままなのか、これがすごくね、危ないところなんで、いくら勝ちました、負けましたみたいなのは、実はね、もっともっと先で気をつけることなんですよ。まあ、心配しなくても勝てるようになったら、一晩10万、20万、当たり前になってきますから。でも、当たり前になったらなったで、今度はね、油断しないために、そんな繰り返しをしないように、これもね、お伝えしたいと思ってるんですよ。だからなんですよ。勝ちすぎたら休むこととかね。ロスカットは堂々と受けることとか。勝ちばっかりを目指していては、
勝てません、実は。負けた時に、どこに原因があったのかってことをテクニカルの視点で探るのが必要なんですよ。で、それがなかなかできないから、FX のオリガルヒがあるわけですよ。ね。テクニカルってのが、ちゃんと自分は理解して、その通りにできたのか。もしかしたら、テクニカルを全く理解できてなくって、適当にポン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 ノリでやってるのか、それとも人のアドバイスによってやってるのか。これ大きな違いですからね。私は当然ですけども、誰にも何も聞いてません。テクニカルに忠実にやってるだけなんですよ。ですので私がトレードが上手なんじゃないんですよ。テクニカルがトレードが上手なんですよ。私はそれを数学の公式を覚えて、それを例題に当てはめるようにやってるだけなんですよ。はい、長くなりましたけど、こんな感じでございます。現在ね、131円の816です。私がエントリーをしたのが、131円をちょびっと過ぎたあたりです。131円ジャストと言ってもいいです。だから131円前後って言い方をしました。さすがに131円の500を前後とは言いませんよね。だからこう、十分上がったのを確認してエントリーしてるわけではないんですよ。できれば根っこで取りたいでしょ。はい。続きは6月7日の相場解説でお届けしますんで、そこで補強してください。はい。今週は私、個人的なエントリーこれで終わりです。仕事は終わりました。このタイミングを待ってただけなんでね。つまり131円前後になる瞬間をです。フラクタル理論のお話もしましたけども、だんだん刻みが大きくなって、最後の大きな刻みを取ったら、もう上級者はそこで離脱して終わりですから。だって大きく跳ねるところをずっと待ってたわけですからね。はい、では以上でございます。はい、相場解説お楽しみに引き続きよろしくお願いします。そして FX オリガルヒは今日が締め切りです。価格は35万、よろしかったらお申し込みください。いってらっしゃい。おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は6月7日朝4時37分です。先ほどもちょっと FX の動画上げたんですけども、今これご覧になってる方っていうのはおそらくね、朝9時とかその辺じゃないかなと思います。場合によっては午後にご覧になってるかもしれませんね。で、結論から申し上げますと、今週のミッションは終わりました。理覚して、はい、終わりです。で、早速ね、メッセージも届いてますし、昨日の131円前後で大きめのバイでエントリー、ロット大きめってことですよね。これを繰り返し久保さんが言われていたことと、それまでの相場解説の整合性と自分の責任でもってエントリーしたよっていう方からね、ご連絡いただきまして、40万の利益を上げましたということで、おめでとうございます。いやね、この方がね、40万の利益、まあ正確には42万何千って書いてましたけども、40万の利益を上げたのがおめでとうじゃなくって、まあ利益もおめでとうなんですけどもね、この私のテクニカルを正確に伝えたことを正確に受け取って、そのもとに自分の責任で判断してエントリーして決済しましたよってことがちゃんと書かれていたことなんですよね。まさに私が伝えたいのはそこなんですよ。儲かりました、損しましたっていうのはまだ初心者の域なんですよね。まあトレードが当たり前になってくると、確かにね、利益は出るけども、それはそうですね、そのゲームをしていてポイントが貯まるみたいな感じですよね。スライムをやっつけていくらとか、ね、ヒットポイントがいくらみたいな感じで、そういう風に見えちゃうんですよ。もちろん現金にできるわけですから、それはまあホクホクすればいいわけなんですよ。損すれば痛いなと思うわけなんですよ。でもお金に関するリアリティがどちらかというとちょっと無心になるっていうかね、離れていく感覚が出るんですよね。まあこの辺で精神論は良しとしてですね、ちょっと画面の方を見て解説していきますね。こちらをどうぞ。はい、お話したように似たような形ができてるって言いましたよね。ここに緩やかな横波があって、そことちょっと似てるよねと。で、一旦緩やかに下がっていって、その当たったというかね、その下がったところに当たるこの曲線の意味も解説しました。で、狙うべきはこの赤いラインですよね。ここのネックラインを越えた時がブレイクして上昇する時だよってことでお話ししたと思います。それを思い出しながら、もう一回同じのが来てるよねと。だからブレイクするところが131円前後ってのわかりますかってことで、たまたま引いたのが130円の933です。まさに131円前後ですよね。ですんでこれがね、131円の055を指してると思っていただいてもいいんですけども、とりあえずはこのあたりがブレイクポイントになってるってことです。で、このブレイクでエントリーすれば、現在、
利確を始めてる人がいますね。だから陰線が出てるわけですから。で、132円まで行くかなと思ったんですよ、この上昇波動を見ていると。で、移動平均線もまあ垂直に近い形で浮き上がってますし、それから陽線もね、天井に伸びるように上の方に行ってますよね。真横だったこの時代とは大違いですよね。直角に上がってるような感じですよ。だから132円まで行くんではなかろうかと思いましたけども、その半歩手前一歩手前で決済する人が出始めたんで、まあ私もこれを見てね、先ほど決済したところです。ただし決済したのは分割した1ロットの方で、まあね、主な方、利益を取りたい2ロットの方はまだ浮かしている状態です。この2ロットの方は今確定した1ロットの利益が半分になったところで確定していこうと思います。まあこういう風にね、ロットをこう振り返ることによって最大限のチャンスを追いながら最小限のロスに備える。これはね、ちょっとね、高等技術なんで今回は気にしないでおいてください。私が勝手にやってることなんですよ。で、皆さんにお伝えしたいのは、131円前後でブレイクしたところどうでしたかってこと。そして今夜明け前に利確のタイミングが来てますよってことです。もちろん深夜寝てる方もいると思いますんでね、これを目が覚めて朝9時とか、場合によっては午後2時3時に見る方が、あの頃明け方に利確しとけばよかったなっていう風になるか、あ、明け方の利確はちょっと早かったんじゃないのと、今132円の20とか30まで上がってますよみたいに思うかは、そこは分かりません。私から見ると未来の時間軸になってきますんでね。ただ私は予定していた利益が今出てますんで決済したってことなんですよ。はい、まとめますよ。肝心なのはいくら稼ぎたくってやってるかってことですよね。で、ブレイクアウトはその通り実現しましたんで、あとは自分の予定していた利益までいったら速やかに撤退することです。で、それを私はしたわけなんですよ。ただ欲をかいた2ロットってのが陰でありますんで、こちらの方はもうちょっとね、遊ばしておこうかと思います。そんな感じですね。はい、いかがでしたか。今週の火水木のどこかでブレイクアウトエントリーをするというふうにお話しましたけども、案外ね、早くチャンスが来ましたね。で、私夜起きるのが早いんで、2時とかに起きてますんで、こういうふうな冷静な判断は深夜にできるわけなんですよ。ただし考え方は24時間いつでも一緒ですからね。ですんで、お昼に見るタイミングがある人はその時に今私が見てる画面を、似たような画面をね、見て似たような場面に出会うかもしれません。その時に今私がお伝えした、この2週間お伝えした考え方がちゃんと頭に入っていれば同じ判断ができるはずなんですよ。それは1ロット確定して2ロットを隠すって方じゃないですよ。これは私の勝手にやってることだというふうに先ほど申し上げましたけども、肝心なのはブレイクアウトするポイントを見極められましたかってことですね。お話したようにちっちゃいこうね、ロウソク足がダーッと並んだところの意味、そしてそれが一旦下に下がったことの意味、それを見て大口が入るっていうことのメカニズム、これがテクニカルですね。よろしいですかね。そしてフラクタル、これも忘れないでくださいよ。だんだん4時間足で三角形がちっちゃくなってブレイクしたってところをお話ししましたけど、あれはペナントがちょっとね、倒された状態です。そしてフラクタルの後っていうのはフラクタルなんですよ。つまり収束してブレイクした後はちっちゃい波がだんだん大きくなってきて大きな流れを作るというふうなね、こうちっちゃくなりつつフラクタル、大きくなりつつフラクタルっていう形でございます。エリオット波動の特徴を捉えていれば、このフラクタル構造も以前お話したと思いますんでね、あの中級編で、頭に入ると思います。ですんで、FX のこの用語解説の中級編の方ですよね、基礎講座の中級編のしっかりと頭に入れておきながらフォーメーション分析に取り組んでいただきたいと思います。そのために低ロットとかデモトレードっていうトレーニングがあるわけですから。で、私は今第3段階目、精神力を持って実弾を投入しているところに入ってるんで、だから上級者っていう風に自分を位置づけているんですよ。さあ、じゃあもう一回おさらいしましょうか。まずは初級、中級、上級と分けるとしたらですね、初級は基礎用語、基礎用語が人に解説できるレベルで理解できているかってことで、第2段階目はこれは多くの人が今いると思います。特にオリガルヒに参加している人のほとんどはトレーニングの段階です。ですので、ロッターは抑え目でもいいんで、テクニカルってものをしっかりと頭にね、コピーすることです。自分の考え方や、私をはじめとする誰かの個人的な考え方には一切触れることなく、テクニカルだけに忠実に言ってください。
私もテクニカルだけに忠実にお話しますんで、ね、ですんで私が個人的に思うことっていうのは極力動画では出さないようにしますし、出た時にはこれは個人的に思うことなんで、まあ気にしないでくださいって言い方をしたりとかね、先ほどの1ロットと2ロットを分けるっていうのもこれもここだけの話ですよと、これは真似ちゃいけませんよ、忘れてくださいよっていう断りを入れますんで、よろしいでしょうかね。はい、じゃあ FX オリガルヒはこのレベルの解説が常に、入ってくるということでございます。そしてこの解説が聞けない方は残念ながら勝率は非常に低いと、一人でやるしかないし、具体的な解説は多分世の中になかなか落ちてないと思いますんで苦労すると思います。これは必ずしもオリガルヒへのお誘いを煽ってるわけではないんですけどもね、そのぐらいのレベルの差があるってことがお分かりいただければあなたにも見る目があるってことなんですよ。もう差が分からないってことでしたら、もうそもそも用語解説ね、初級編のところをもっともっとじっくりやった方がいいかなっていうところでございます。はい、違いの分かる男というかね、今はジェンダーフリーなんですけども違いの分かる目を持ちましょうということでございます。それでは今週はもうこんなところですね。クライマックス終わっちゃったんで、ただまた新しい勝負が待ってると思いますんで、お楽しみに今週もお待ちください。それではまた明日会いましょう。